皆さんこんにちは、カズマです。霊能者学科詩人として活動しております。本日はエースケ不在の中、今個展真っ只中のカズミに登場していただきます。はい、こんにちは、スピリチュアリストのカズミです。よろしくお願いします。はい、今カズミは現在吉祥寺でギャラリー風にて、はい、11月の12日まで、日曜日まで、はい、個展を開催してます。はい、気になる方はカズミのインスタグラム覗いてみてください。はい、はい、さて本題ですが、今日のタイトル愛についてお話ししたいと思います。愛について、はい、カズミはちょっと前まで愛のソウルメッセンジャーとして名乗ってましてねうん、数年前ね、はい、愛のソウルメッセンジャー、愛を伝える、愛を重き、今も重きを置いてますけど、うん、愛をこう筆頭にしてましてね。そうですね、うん、まあ、そんなカズミと愛についてちょっと話していけたらなと思うんですけど、うん、みんなちょっと愛をさ、なんだろう、目で見えないものとして捉えすぎじゃない？うんうん、愛を自分の中で具体的にできればできるほど愛ってどんどん身近になってくると思うんだよね。うん、でその愛について正解を探しそうと しすぎてしまってる。なるほど、うん、愛っていう教科書、愛っていうお手本、愛っていう見本っていうものを欲しがってるんだよね。うん、それはその抽象的なものを具体化することではなくて、うん、抽象的なものを止まらせてしまうものになっちゃうんですよ。うん、だから愛っていうものを自分らしくそのまま感じて心に存在させましょうっていうことを私と、まあ、カズミも多分まあおすすめしてますかね。うんうん、そうですね、うん、やっぱり愛って全てに存在してるし、自分の中の根源のものだと思うから、うん、でこう愛って最強のエネルギーが出せるものだと思うんだよね。うん、でもそれを目に見える形にしようとする人がやっぱり多いって感じるし、目に見えるものにすればするほどなんか軽くなる、うん、軽く見えてしまう。そうすると自分の愛って、例えば人をものすごくこう救う愛なのに、うん、軽くなってしまうがゆえに救えないみたいな現状を、うん、起こしてるのも多いかなと思ったりもするんだよね。うん、とは言ってもさ、うん、結構愛に触れられてない人っていうのは結構、うん、すさんで考えちゃう気がするんだよね。そうだね、私なんて愛されてないから愛を感じられないっていう、うん、こんな人たちからは愛を全く感じない、うん、なんだろう、クソがみたいな、うんうん、嫌いな人には愛なんか送れないみたいなね。そう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 、うん、嫌い、あいつらは自分のことを苦しめてる人たちだから愛なんて存在しない、うん、っていう風になんかこう固く固く小さく小さく、うん、キュッてなっちゃってるよね。うん、でもそのぐらいこう目に見えるものとして見てしまうとやっぱり小さくなってっちゃうんだろうね。うん、よく言うのが愛を生きてるものとして捉えてほしい。うん、その地球ってさ、風景ってどんどん変わるじゃん、うん、朝6時からさ、うん、7時8時9時12時でどんどん変わっていくと思うんだけど、うん、風景光景が変わるように愛もどんどん光景が変わってるっていう風に、うん、風が吹いてるように愛も吹いてるっていう風に、空が色づ月が変わっていくように愛の色づきも変わっていくっていうか、うん、愛の繊細さ、粒も変わっていくというか、うん、その密度も変わるというか、うん、広くなったりキュッと圧縮されたりとか、うん、なんかもっと自由に愛を捉える必要があるのかなと思うんですね。うんうん、じゃあどういう風に愛を感じたらいいのっていうお話になると思うんですよ。なるほど、そうね、うん、やっぱり自分の中にある愛を感じること、感じるというか意識するというか、う、愛があるんだって自覚していくことが一番かなと思う。はい、そうなんですよ、うん、愛って分かってるじゃないですか、うん、みんな、うん、本当は愛してるんだとかさ、うん、もっとこうしたいんだよって、うん、愛してるよみんなとかさ、うん、そういうさ感動する時に愛って結構現れやすいと思う、うん、で自分の心の中ってあるじゃない、うん、頭の中でもいいんだけど、そこに自分が思う愛を存在させるの、うん、って、まあ、キャラクターにしてもいいし、うん、何にしてもいいんだけど、うん、イメージでその愛をプッて存在させるのよ、うん、そうするとあなたの中に愛って少なからず宿り始めるんですね、うん、イメージの力って結構強力だよね。強力だね、うん、何かを生み出す力
って言ってもいいんじゃないかなと思うぐらい、うん、イメージによって、うん、想像で想像するっていう話だよね、うん、そうだね。だから愛もさ、自分の中にあるんだっていうイメージを自分の中で呼び起こす必要があると思うよね。目の前に愛があるから愛を感じるのではなくて、うん、心の中に、頭の中に愛がイメージとしてあるから、うん、目の前の愛を見ることができるっていうふうに考えた方がいいです、うん、そうね。目の前のところに愛を見つけられないってことは、うん、あなたの中の愛のイメージが弱く狭いってことにもなると思います、うん、そうですね。その人に愛がないんじゃないんですよ、うん、自分の中の愛の概念が乏しいってことですねそうですね、乏しい、はい、結構直球できたね。ああすいません、乏しいと思いますそうね。でもなんか乏しいからどうだとかいうことじゃなくて、 その自分の中の愛をどんな風にしたいかっていうことだと思うよね。そうそうそう、どん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 豊かにしていく必要があるんです、うん、でその豊かさを他人に求めるんじゃなくて、うん、自分の中で愛をどん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 育て上げるっていうことが大事なんですよ。大事ですね。そこに正解はなくて無限の可能性があると思ってほしいですね、うん、だからそれぞれの愛がそれぞれに最強で備わっているっていう、うん、そういうことですね。そう、強さを比較できない最強が生まれていくって感覚かな、うん、その人が持ち得てる最強の愛っていうことよね、はい、でもそれは自分じゃないと引き出すことができなくて、うん、他の人の例えば他人の、うん、愛をもらうことによって自分の愛が引き出されるんじゃなくてね、はい、逆なんだよね。自分の愛があるから相手の愛を感じるってなると、そう、誰かから愛してほしい、愛されたいっていうことよりも、そう、自分の中の愛をどんどん増やしていこうと思えば思うほど周りの人の愛を感じるようになるっていうね、うん、そう。じゃあ私乏しいんだっていうふうにネガティブになるんじゃなくて、うん、乏しいから豊かになろうっていうふうに山になってほしいです ね、うん、ね。自分の中にある最強の愛を、はい、ぜひ皆さん豊かにしてほしい。イメージを、愛のイメージを確立してみてください。それはあなたらしさだから、うん、何でもいいです。自由でいいんだよ。なんか愛とは何かってさ、よくこう書いてあったりとかさ、うん、言葉になったり本になったりいろいろしてると思うんだけど、それが絶対じゃなくて、愛って無限だからね。いろんな表現方法があるし、自分の中の愛っていうものをね、自分でイメージしてほしいよね。そこの愛がまたさらに成長して育てられていく、うん、でそこにプライドがあると、いやこの愛でも合ってるからっていう風になっちゃうと、うん、愛が止まっちゃうと死んじゃうわけですね。そうね、はい、かもっと自由に、もっと豊かに、そうそうそう、もっと愛を生かしていってっていうことだね。そう、ネガティブでガッて落ちるんじゃなくて、うん、プッてポジティブに上がりましょうっていう。もし愛これ合ってるのっていう風に思う方はコメント欄で教えてください。はい、あなたについての愛、コメント欄でお待ちしております。はい、そんな感じで、そうですね、ありがとうございました。では日曜日まで個展頑張りましょう。私も在廊しますので、はい、はい、そんな感じで本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。